ロシアの皇太子は1927年2月21日にベルリンのドイツ芸術歌劇場で初演されたフランツ・レハール作曲の全三幕のオペレッタ。微笑みの国やジュディッタなどと並んでレハール晩年のオペレッタにしばしば見られるバッドエンドのオペレッタである。オペレッタの台本はハイン・ツライ・ヒエルトよびベイライ・エン・バッハによる。原作はポーランドの女流作家 ガブリエラ・ザポルスカの戯曲、ロシアの皇太子で、ピョートル大帝の名で知られる初代ロシア皇帝ピョートル一世の長男、アレクセイ・ペトロビチの人生をモデルとしたものである。1917年に、ラオール・アスラン主演による舞台を見たレハールは一目で、その題材に惚れ込み、1924年、パガニーニを作曲するから、ロシアの皇太子の作曲に着手した。その後、 台本の内容に難色を示したレハールは、作曲を一時中断するが、右与曲折を経て、1926年に、スコアが完成。1927年2月21日の初演では、レハール自身が指揮し、リヒャルト・タウバーが、タイトルロールを歌い大喝采を浴びた。前三幕ロシアの皇太子両者は、過去の恋愛で傷ついた経験から女嫌いを通して、いて、 近頃は週前に顔も見せないようなありさまだった。従者のイワンは、そんな皇太子の気持ちを気遣い、駒遣いのマーシャと婚約したことを隠しながら、仕えている。そんな皇太子の様子を、心配した太公と最少は一計を暗示、身分の低い踊り子の僧丘を断層させて皇太子に、近づけ、皇太子に、再び女性への興味を持たせようと計画する。 皇太子は送られてきたソーニャが女性であることをすぐに見破り追い返そうとするが、計画にまんまと乗せられたふりをして、太閤と最小に一泡吹かせてやりましょうというソーニャの持ちかけに今が湧き、ソーニャを愛人にしたふりをする。すぐに二人は本当に愛し合う仲となるが、ソーニャはいつまでこの関係が続くのだろうか、と身分違いの恋に悩む。そんな中、 女嫌いもすっかり治り元気を取り戻した皇太子に軍隊への復帰が命じられる。皇太子はソーニャに共に不妊地へ行こうと告げ、二人は芝居ではない真実の愛を確かめ合う。結婚を隠す必要のなくなったイワンとマーシャを連れて皇太子は生きようようと不妊地へ向かう。不妊地で幸せに過ごす皇太子とソーニャのもとに大公と最小が現れる。 太公と最小は、皇太子に、言い,い名付けとの結婚話が持ち上がっていることを告げ、ソーニャに対しては偽装例外の計画を皇太子に、明かし、皇太子と別れるよう脅迫し、無理やり承諾させる。ソーニャが送り込まれた行き先を聞いた皇太子は激怒し、必死に真実の愛を訴えるソーニャを尻目に太公と、最小に結婚話を承諾すると告げる。太と最小が去った後、 大洗をする皇太子。泣き崩れて混乱する宗尼に、芝居には、芝居で返したまでと告げる。激怒して結婚話を承諾したのは、太公と最小を欺く皇太子の芝居だったのだ。皇太子は、イワン、マーシャを連れ、皇太子の真実の愛を知り安心する宗尼と共に、南方へと逃れ去る。太公や最小は、必死に皇太子の行方を探すが見つからない。やがて宮廷に、 皇太子から、皇位継承権を放棄するという手紙が届き、それを読んだ皇帝は怒り狂う。幸せな日々を過ごす皇太子たちのもとに太鼓が現れ、皇帝が放御したとの知らせをもたらす。皇太子は、即位を辞退するが、ソーニャは、今度は国民を幸せにしてあげてと皇太子に帰国を促す。皇太子は、君も一緒に来てくれるかい,いとソーニャに確かめるが、 皇帝としての政務が落ち着いたら、と言葉を濁すニ丘。皇太子の出発を見送るニ丘は、潔く、身を引く決意を固めていた。皇太子との別れる悲しみを、ぐっとこらえ、なぜ春には5月が一度しかないのかしら、なぜ愛はこんなにも早く過ぎ去ってしまうのかしら、とニ丘はつぶやくのであった。作、編曲家の鈴木栄氏によって吹奏楽編成用の、セレクションが作られ、 日本のアマチュア水槽学会で人気を呼んでいる。ありがとうございます。